皆様こんにちは。これよりヤマハハモニーディレクター HD300 の活用方法をご紹介いたします。 HD の主な使い方はピッチ的な使い方、音程的な使い方、和音的な使い方の3種類です。それをデイリートレーニングを使って行っていきます。それでは正しいピッチを確認するためにデイリートレーニングのユニゾンとスケール1を HD の音を聞きながら行います。次にピッチではなく音程を確認するために音階を HD で弾きますのでハミングでついてきてください。はい、ピッチとして一個ずつ取っていくのではなくて前の音からの幅をよく掴んでください。それではスケール2を楽器でどうぞ。次にスケール3を練習しますが1小節ずつ HD で弾きますのでハミングで取ってください。はい、最初の音をよく取ってね。楽器でどうぞ。
次にカデンツ、和音の練習をします。はい、1小節目はベの和音、ベ、F、Dの3つでできていますが、1個ずつ確認していきます。ベの人、F の人、Dの人、HD は今純正率になっているので、Dは低くなっています。よく聞いて取ってください。一緒に行きます。4小節続けます。ここまで指揮をしながら HD を弾いていましたが、 HD にはメトロノームの機能がありますので、かけながら練習すると便利です。テンポ設定はダイヤルを使って行うことも可能ですが、気に入ったテンポをタップして設定することもできます。手が自由になることで HD を弾くことに集中できたり、何より音をよく弾くことができます。それでは今日はオンザモールを練習します。頭からお願いします。ちょっとバラバラになるので、メトロノームをかけて練習しましょう。ワン、ツー、ソン。はい、ありがとうございます。はい、5小節目からの低音お願いします。メトロノームかけます。1, 2, 3.
はい、ありがとう、はい、ある時とない時、ね、同じになるようにしてください。それから2分音符になった時に遅くならないようにね。はい、頭からもう一回いきます。かけときます。はい、19小節目からの高音楽器下がってくる、ちょっとね確認します。うん、Sからちょっと難しいですね。どうぞ。はい、一緒にどうぞ。フルートパートどうぞ。一緒に。みんなでやったり、一人ずつやったり、パートでやったりするといいと思います。はい、もう一回最初からいきます。はい、またかけておきますね。今回の HD300 にはこれまでにはなかった新機能がたくさん搭載されています。その中の一つ、トレーニングモードをご紹介します。参考となる音が HD からなり、それに合わせて練習することができます。それではいきます。次に録音機能を紹介します。うまく演奏できているか録音して聞いてみましょう。それでは録音します。Thank you.
それでは再生します。どうですか？伴奏とメロディーがうまく噛み合ってたでしょうか？それから打楽器のバランスはどうだったかな？録音してみると自分の演奏がよくわかりますね。これまでメトロノームしかありませんでしたが、新機能にリズムスタイルがあります。流しながら練習してみましょう。マーチのリズムを出してみますので、まず体で感じてください。はい、行きます。はい、はい、5小節目からメロディーだけ行きます。4から行きます。打楽器だけいきます。はい、はい、感じてください。みんなでまず感じて、はい、いきます。今のマーチの他にも8分の6拍子のマーチやサンバ、スイングのリズムを出すこともできます。